どうも皆さんこんばんは。Welcome to my game channel is Cobra が Fallout 76解説動画、武器作成、改造、モッドの追加の仕方について紹介していこうと思います。武器作成、改造に関してですが、ガンスミスのパークが必要となってきます。以下の通りです。インテリジェンス、エキゾチックウェポン、クロスボウ、黒い粉の銃、黒色火薬銃が作れるようになります。ガンスミス、これは改造ですねとか、武器を作成できます。ウォーリアーは近接武器が作成できます。サイエンスは、その名の通りエナジーウェポンが作れるようになります。こちらに関して言うと全部レベル別があって、段階に上げれば上げるほどいい武器が作れるようになります。ガンスミスレベル3まで上げることが必須っていう感じです。レベル2はほとんど上げることはできますが、レベル3となってくるとショットガンはフルカスタムができないです。で、モッドも追加できないっていうことなんで、追加できるやり方を説明します。モッドの追加に関して言うと武器の分解が必須となってきます。いつもモブを倒して武器をほっといてるじゃないですか。あれを武器を分解すればモッドが追加されます。こんな感じです。こういうふうに追加されます。で、必要な武器、お気に入りはなるだけ分解されないように気をつけて分解しましょう。そしたらですね、モッドがどんどん追加されるようになります。皆様ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録していただけると助かります。